い、じゃあ、アクアパッツァと一緒に食べたら美味しいかなということで、キャンプの定番のホットサンドを作っていきたいと思います。今日は、お惣菜コーナーのサラダ、10% 引きのものをいっぱい買ってきました。これを使ってホットサンド作ります。2種類のサラダ、はい、こっちが卵のポテカ、ポテマカディッシュ、あ、マカロニが入ってんだ。あ、知らないで買って。ポテトも入ってんのか、うん、ポテトとマカロニとマカロニディッシュってことか、うん、あ、なんか結構、うん、そしてこっちは、普通のポテトサラダです。はい、こういうお惣菜を利用して、じゃあ作ります。キャンプ飯研究所、ラディッシュの新芽。そう、本当は、うん、あの紫キャベツが欲しかったんだけど、うんうん、なくて、うん、紫だったから貝割れとは違う、あんまり貝割れほど匂いがきつくないな。じゃあ辛くない、どうだろうね。ね、食べてみる。ラディッシュの、でもラディッシュ、かぶちょっと辛いね、身はね。あ、うん、辛い、貝割れだ。貝割れの味がする。あ、辛い、あ、辛い、ラディッシュ自体辛いもんね。そうだね、そういえばね。でも色が、そう、紫キャベツがあったら紫キャベツでお願いします。これは8枚切りのパンにマカロニ、待て、マカ、ポテマカなんとか。入った、うん、なんか入ってるよ。あ、キュウリか。ゴーヤかと思っちゃった。この時期にゴーヤはないか。もうちょっと、うん、たっぷりね、たっぷり。卵、エビ、卵、これでどうかな。で、マヨネーズをかけます。そしたら、ホットサンドメーカーに、うさぎの、うさぎじゃないんだ、うさぎだよ、うさぎか。 DOD バターを、バターを敷いて、もう大きいね、このホットサンドメーカー。うん、入るよね。うん、よし、蓋をして、表面焼いていきます。今度はポテサラバージョン。はい。はい、と、あとハム。ハム。はい。しょ。これ少し厚いロースハムだって。ハムと、この上に、このラディッシュ。子供は難しいと思うな、この辛さは。このピンクはちょっと紫キャベツの方が綺麗だよね、きっと。マヨネーズ、マヨネーズを混ぜて、うん、色が映える。いってらっしゃい。じゃあ、焼けたか、オープン。あー、いいね。え、これ切るの？かわいい。切りますけど大丈夫ですか？はい、お願いします。あー、さよなら。綺麗ね、うんうん、いい感じでしょうか。はい、はい、おさちゃん、ちょっと、あの、こ、あ、ちょっと焦げちゃった、日焼けの、日焼け、日焼けおさちゃんです。はい、では切ります。はい、熱でさらと熱っ。せーの、おー、うん、ピヨンって出ちゃうね。なんかハムがあんまり見えないけど、まあこんな感じ。ペンペンペン。まあ綺麗だね。うんうん。綺麗。うん。こんな感じで。美味しそう。うん。いかがでしょうか。
じゃあこれを後ろに、うん、はい、いただきます。オープン、はい、いい気がするね。アクアパッツァの、アクアパッツァとホットサンドです。いいですね。本当、召し上がれ。いただきます。こっちもじゃあラディッシュ、新芽。エビを、エビちゃんもいただきます。エビ、卵、マカロニ。追いマヨネーズはやっぱあった方がいいかな。うん、ここが。このチーズあってもいい。あ、ええー。今辛くないよ。熱が入ったから。辛くない。辛くないよ、ね。うん。でも会話でも一回誘導すると、うん、辛くなくなる。ええー。また揺れる方がいいんだけど、こっちもめんどくさいから誘導する。あ、そうなんだ。チンじゃダメ。エビどうですか。美味しい。あ、チーズ入ってる。うん、黒胡椒とか、うんうん、うん、ポテサラ美味しいな。だいぶ、うん、水がなくなった。ちょっと吸ってるね。うん、吸ってる。ここにチーズ入れても美味しい。何でもチーズになる。はい、今日はアクアパッツァと、ホットサンドを作ってみました。じゃあ皆さんもクリスマスキャンプにぜひやってみてください。またねー。皆さん今日も最後までご覧いただきありがとうございました。キャンプ飯研究所からクリスマスのイベントのお知らせがあります。こちらのチャンネルで作ってきたクリスマス料理を実際に私たちと一緒に作るアウトドアクッキングのイベントを開催します。12月2日の木曜日、東京の江東区ら辺で開催します。地域が限られてしまうんですが、ご興味のある方はぜひ概要欄よりお勧めいただければと思います。よろしくお願いします。ではまた次の料理でお会いしましょう。またねー。